すすめアピア広報室、アピア広報の中です。営業の長島です。お願いします。お願いします。広報室質問コーナー以来2度目の出演、はい、2度目の出演で神奈川県三浦半島へようこそ。はい、やってきました。はい、7時間もかけて大阪からやってきました、はい、本来ならタイトルがアトラスを使った青物攻略になる予定だったんですけども、ちょっと朝一から2人で頑張ったんですけど、ね、3時ぐらいにはもう釣り場について、そうですね、はい、やったんですけど、何の反応もなく、自分に青物の縁がなかったようでここまで縁のない人だとは思わなかったよ本当に。このままね、帰るわけにはいかないんで、そうそうそう、もうこのまま帰ったらもうちゃんの中に何やってんじゃんこのまま帰ってくるかみたいな、ちょっとまずいんで、はい、ちょっと何か残して帰るべく、そうですね、ということで、はい、今回はちょっと長島さんを中心に、はい、今年の秋発売されましたグランレージアトラス、はい、ブルーランナーのライトなところから3機種、はい、98M と 100MH、100H、 この3機種を、まあ、実際に長島さんに投げていただいて、そうですね、実際、まあ、フィールドで投げた感じを、まあ、どんなかっていうのを皆さんにお伝えできれば、はいはい、自分も 100H の方は今回初めて投げるので、はい、投げてみてインプレッションをお伝えできたらなと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、グランデージアトラスをまだ知らない人もいらっしゃると思いますので、グランデージアトラスの全体的な特徴をお願いします、はい、このグランデージアトラスシリーズなんですけれども、ロッドのカテゴリーで言えばショアジギングロッド、グランデージ XD の後継モデルという形になります。でモデルによって、まあ、ライトショアジギングから少し重めのジグを使ったショアジギング、もしくは、まあ、より大型のカンパチとかヒラマサなどを狙えるモデルもあるんですけれども、その中で、今回お持ちしたものはスペックでいうと 98M、 100MH、 100H、この3機種になります。青物ゲームの中でも、まあ、今回来てるね磯だけではなくて、まあ、より手軽に楽しめる堤防とか、まあ、サーフとかそういったところでも扱いやすい特徴を持たせた、3機種になります。チョアジグロッドって言ってしまうと、あのジグ専用なのっていうような印象も持たれがちなんですけども、ジグだけではなくてプラグもね合わせて使えるような形のバランスになってます。ジギングだけに特化させてしまうと、どうしてもこうジグを動かすのに結構張りを持たせた感じの作りになってしまうんですけども、そうするとかえってあのトップウォータープラグとかを動かそうとした時に、逆にプラグをねちょっと引っ張りすぎちゃって水になじませるようなね動きがしづらいところもあるんですけども、その辺をバランスよく仕上げた感じのロッドです。まずは、こちらの 98M から投げてみたいと思います。でこの 98M はグランデージ XD で言えば 100M に相当するようなところになるんですけども、 100M がねちょっとライトショアジギングっていう割にはちょっとごつい感じもあったので、もう少しね、ライトっぽく仕上げた感じです。その分自重も、XD に比べると 50g ぐらい軽くなってるので、相当ねこの軽さも出てます。で実際今キャストしているのはセリハイパー 40g なんですけども、まあ、そういった 30g、40g メタルジグであったりとか、パンチラインの130とか、その下に行っちゃえばマッスルの95とか 30g ちょっと切るようなプラグ、まあ、その辺も快適に扱える感じです。このやっぱり振った後のティップのブレのなさ、この辺がやっぱりブランクが変わったことによっての恩恵、そしてすごく出てるんですけども、それによって本当飛距離が出しやすい、まあ、これはアトラスシリーズ全般にいる特徴ではあるんですけどね、素材が変わるとここまで変わるかっていうぐらいに、やっぱキャストした時のピシッと感というか、その辺はすごく向上してますよね。実際は、まあ、30g 40g ぐらいのジグプラグだけではなくて、それ以下の 20g 弱ぐらいのミノープラグとか、まあ、トップウォータープラグとか、その辺もね扱いやすい感じになってます。実際あの竿としたらシーバスロッドの MH クラスで代用が効くようなものではあるんですけど、磯場とかで結構根がきつかったりとか、実際釣れてるのは40センチ50センチぐらいの魚でも、まあ、中にはね60、70のがポンって混じっちゃうような時とか、人気の釣り場で結構周りに人がいて強引にガーって巻いちゃなきゃいけないとか、まあ、そういった時なんかにはやっぱりシーバスロッドだとちょっとパワー不足を感じるような時に使ってもらえると非常にいいかなと。でちょっと試しにミノーもドーバーの 120F リーバー、この辺のねウエイトのプラグになるとちょっとガチガチな感じの障子グロッドだとどうしても扱いにくさも出ちゃうんだけど、
だからこの辺も快適に、はい、当番の120で20をちょっと切るぐらいなんで、はいはい、それぐらいでも全然問題なくない、全然いけますね。実際は16、18ぐらいのプラグとかでも普通に投げ切れる感じ。実際その普段はシーバスタックル使ってるんだけども、パワーのある竿を使いたいなって言った時にもリールを場合によっては変えずに4000番とかね、普段使ってるようなサイズで比較的バランスも取れる感じなので、まあ、そういった部分でもシーバスロットプラスもう1本という形ではありかなっていう、うん、まあ、その辺がこの 98M、まあ、1本あるといろんなところで手軽に釣れるサイズ、40、50ぐらいの、まあ、稲田ハマチ、その辺と遊ぶには十分だし、やっててそれ以上の魚がかかってしまっても十分対応できるだけのパワーを持ってるっていう意味では使える範囲は広いかなと思いますよね、はい、だ結構こういうミノを引いててもある程度こう 泳いでってる感覚は竿先にも伝わるぐらいのあれはあるんで、次はちょっとパンチライン130で、あれだけ飛ぶもんね、うん。続きましてがブルーランナー 100mh、 はい、おそらく、まあ、一般的なライトシャージグロッドとしたら一番ベーシックなところ、そうですね、うん、ジグで言えば 40g から重たいところだと 60g とか、そうですね、その辺をメインに使ってもらえる竿になります。で実際ね、ちょっと深いところで流れが速いところ 40g だとどうしても底が取れないところだと 60g とか、そういう選択肢も出てくると思うんだけど、そういった時にはこの辺の竿がちょうど合うかなという感じですね。これも実際 XE の 100M に比べてこれでも軽いんですよ。これでも 30g ぐらい軽いのかな。パワーが上がってもなおかつ軽いっていう、ほんと長時間振っててもね、そんなに疲れるものでもないし、であとそのジグをアクションさせるっていう部分で今回ナノジョイントっていう新しいジョイント方法を使ってるんだけど、このナノを入れることによってジョイント部分もスムーズに曲がるっていうのももちろんあるんだけど、ブレないでしょこれジョイントが。でどうしてもそのキャストだけじゃなくて特にジグ使ってるとこういう動きになるじゃん、はい、これだけでも緩い竿ってこうだん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 とこう曲がってきちゃうじゃん、そういう煩わしさっていうのがすごくない。それはねすごくやっぱ釣りしてる中でなんかこう細かなとこでもストレスがあるとね、どうしても集中できなくなってちゃうけど、まあ、そういったのがない部分っていうのもありがたい、長時間使ってる分には。 98M と比べてどうですか。 98M と比べて使用感的には同じような形で長さはあってパワーも上がってるんだけど、振り抜きやすさは同じく、こうまあ捉えられるかわからないけどティップのブレはほぼなく、収束が早いですよね。そう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 、全くブレないってことはねもちろんないんだけど、ブレ幅が少ない分飛距離は出しやすいし、キャスト感的にはまあそんなに 98M と変わりなく使えて、うん、まあ、一回りとパワーアップしてるかなっていう。そう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 、まあ、40下に釣ってて 60が混じるっていうんだったら 98M でもいいだろうし、もう完全に60アベぐらいな感じで狙うんだったら 100mh みたいな使い分けも当然出てくる。プラグやったらどのぐらいまでいけるの。プラグだったら普通に 50g、60g ぐらいのトップウォーター系のプラグは全然扱えると思いますけどね。 130mm、140mm クラスの大ペンだったりポッパーとかがだいたい 40g とか、うん、だかその辺にはジャストフィットはするかなっていう感じで、逆にそれ以上大きいところ160とか、まあ、180とかになってくるとこの後出てくる 100H っていうのがまた出番になるかなっていう。快適ですよ、とにかくキャストが 100H、はい、振りたいと思います。正直ね腕っぷしが強いわけでもないですし、ただそういう中でもやっぱり持った感じの重さはそんなにないですよね。自重で 315g だ、これもあの XD と比べてしまうとやっぱ 10g ぐらいは軽くなってるんだよね、うん、ほんとこれだと多分 60-70 ぐらいの魚だったら抜けるかなっていう、うん、まあ硬さは出してるけどやっぱり曲がるところはしっかり曲がってくれるっていうところがやっぱりかけた後のね体の負担にも少なくなるし、今投げてるのが40だけど、まあ、50とかね、まあ、ジグだったら60-80とかも全然普通に投げれるところだし、
じゃあ続いてちょっと変えて、プラグ160mm クラスの大ペンなんですけども、これウエイトで 50g、 これもちょっと合わせて投げてみたいと思います。キャスト感はどうしてもプラグで大きくなっていくとウエイトは上がるんだけど、体積が増える分さ、飛んでく時の空気抵抗でちょっとやっぱり落ち気味になるところも出ちゃうんだけど、それでもやっぱりしっかりと投げれるもんね、まあ、それだけしっかり曲がって押し出してくれるっていうか。実際これのもう一つのダブルエッジっていうさらに強いモデル、それでも実際今使ってる160クラスの大ペンを普通に扱えるぐらいなんで、パワーはあるけど硬すぎず、しっかりとトップウォータープラグとかも水になじませられるような動きっていうのを出せる。実際その竿でのアクションで見た時に針が強すぎたりちょっと先調子すぎちゃったりすると滑っちゃう感は出るんだけど、その辺は本当ジグでも使えるし、トップウォータープラグとかをアクションさせるにもすごく扱いやすい、うまいことバランスが取れてる。もちろんね、そのプラグ用ジグ用みたいな感じの竿とかもあったりはするけども、1本で本当にどっちでもっていう風に見た時には使い勝手の良さは出てるシリーズかなとは思いますよね。発売時期は 100mh と 100h が11月末頃予定、 98m がちょっと遅れて12月の中過ぎ末頃の発売予定になってます。よろしくお願いします。